サンティアゴ・アンドレス・メレ・カスタニエーロは、ウルグアイ・モンテビデオ兼モンテビデオ出身のサッカー選手。ウルグアイ・プリメイラ・ディビジオン・クラブ・プラサデ・デポルテス・コロニア所属。ポジションは GK。ユース時代から CA フェニックスに所属し、国内リーグ2013から14シーズン終盤に、当時14歳でトップチームに招集され、2014年4月14日の c.a. フベントでラスピエドラス戦でベンチ入り2015年に正式にプロ契約を締結2016年8月31日の ca セロ戦でプロデビュー2017年9月4日トルコのオスマンルスポル FK と契約2017から18シーズンはローン遺跡で円形アンカラギュジュとリエイダエスポルティウに所属2018から19シーズンより正式に オスマンルスポル FK に加入。翌2019から20シーズンより2部リーグながらトップチームに定着した。プロデビュー前の2015年からユース世代のウルグアイ代表に随時招集。2017年は U-20 代表で大きく飛躍。南米ユース選手権で優勝し、2017FIFAU-20 ワールドカップの代表にも招集。 グループリーグの日本戦で2-0で完封勝利を達成。U-20 代表は優勝候補に挙げられたものの、準決勝のベネズエラ戦ではゲーム終盤まで1から0でリードしていたものの、試合終了間際にサムエル・ソーに同点 FK を決められ、PK 戦で屈し、4位で終わった。ありがとうございます。